皆さんこんにちは、オルタナチャンネルガイドです。ウィン渋谷ジョバンです。ケイちゃんです。ここはどこですか？ここは僕の地元ポケです。懐かしい。懐かしい。いや俺来たことあるでしょ。そうだ、俺の運転に付き添ってもらってドライブするみたいな。内藤の、実家付近のオルタナの皆さんはね、何回も来たことあると思うんですけど、時計めちゃくちゃ遠かったんですよ。遠かったですね。家から俺ドアトゥードアで2時間ぐらいかかってるからね。ちょっとした小旅行ですね。ちょっとした小旅行でということで T ギグでは初時計。普通だったら絶対来ることないもんね。時計にですね、読めないですよこれ時計って。そうなのよ。今回なんで来てるかと言いますと、突然自宅にお邪魔するシリーズをやりたいなと思います。前俺の家に新居に突然来たと思うんですけど、そうだね、やったね。今回ですね、トケに新メンバーのともくんの家があると。まあ俺の家でもあるし、そうですね、実家ありますね。あ、実家か。実家がありますね。ともくんは今実家に住んでるんで、そこにちょっといきなりお邪魔しようかなと。YouTuber でよくあるような企画ですね。なるほどなるほど。でまあちょっとルームツアーとか、あとはまあ手料理を振る舞ってもらったりとか。ともくんですか？ともくんに。心配だろ？危ねえ、心配だねちょっと。あとはご両親ももしかしたらいる可能性あるんで。多分いると思う。父親料理今日店やってるんでいないよね。平日だからいると思います。平日のど昼間にいると思いますね。なんでまあ行ってちょっとティキキュード初。ひろゆきさんは一度内藤さんの生誕祭の時にステージ上でお会いしました。いきなりステージでかっこいいくらいですか？ステージで会った以来ですね。奇妙な音がするんで。何ができるの？駅前に初のマンションできるんですよここで。超リッシーっす。そう、ぜひどうですかマンション時に。ぜひお買い上げくださいこちらのタワーマンション。これはね本当に大目玉です。時の時のスターですから内藤さん。でもさ、さっき地元の人に声かけられて、地元時なんですかって。知られてなかった。いや、時計散歩もしたいな、なんか。まあ、自分らロケみたいでいいな。確かに。内藤の思い出とかも聞きつつ。確かに。行きたいですね。そうだね。ともくんのじゃあ家に。行きますか。じゃあちょっと歩きつつ、紹介しつつ。こんなに実家わかるんだね。めっちゃ家バレ。家バレ。時計のヒーローですから。時計のヒーローですからね。観光地みたいになる。そうですよ。本当に博物館立ちますから、後々。行きますか。じゃあ行きましょう。行きましょう。お願いします。ちょっと移動するときまた。視聴者さんにありがとうね、お会いしまして、いつもありがとう。なんで今時計にいるかわかりますか？さすが。どうですか？時計のヒーローってことですよね。あ、そうですよね。やっぱそうですよね。同じねふるさとだってね知れて、それは嬉しいですよね。写真撮りますか？ぜひ。オルタナのことは知ってますか？知ってます、知ってます。時計出身の方ですか？そうです。トゲなんでオルタナがいるかわかりますか？あら、実は僕出身トゲなんですよ。トゲ中？あ、王子か、王子中さん。なるほどね。地元トゲで。ちなみに好きなユーチューバーは誰ですか？一番。コムドットです。コムドットです。友達です。知り合いなんで、同じようなもんです。ぜひ写真撮りましょう。今のとこ、トケ出身って分かってくれてる人は一人です。そうですね。なかなか浸透してなかったね。街ぶらロケですね。バーズモール。これがトケが誇る一大商店街です。ここのトケって再開発されたところなんですよ、平成初期に。だから結構なんかおしゃれでしょ。なんかほんと平成初期のショッピングモールみたいな。そうなの。今だとちょっとレトロまでいかないけどみたいな、こういうとこあるよね。そうそうそう、懐かしさ。そう、思い出ありますここは。ありますよ。あそこの魚民見てください。僕がアル中で倒れたところです。年末年始ね、年末みんなで飲んでて倒れました。デートとかどこ行くの？ちょっと離れたところに霞っていうなんかところがあるんですけど、そこにボーリングとかあるんですよ。ボーリングをやりに行くとか。ボーリングデート。そう、あとはやっぱりちょっと電車乗って千葉の方に行っちゃうんですね。俺鉄板焼きは行ったことある？本当ないよ。これがね、街を出てからできたところだよね。この街を出てから。駅前にこんなねないよね、なかなか。なかなかないですね。うん。最後まで見てね。さあ、着きまして、はい、ここですか。ここが僕とともきの実家ですね。めっちゃ大豪邸だよね。はい、いい家ですよ。いやー、ありがとうございます。ここで生まれ育ちましたね。生まれ育って。はい。ともくんはもう今ここで住んでるの？静岡から引っ越してきて、とりあえずここに今家を置いてます。じゃあ行きますか。はい。金本線でいいかな。金本、そうだね。そうだね。不思議だな、なんか。ただいまですもんね、ないと。確かにただいまだね。お、あ、いた。ただいまー。お邪魔します。こんにちは。もう本当ザ実家感すごい。緊張するな、なんか友達の実家来たみたいな。ちょっと消毒させていただきます。生活感がすごいと思います。消毒だけじゃ皆さん。ちょっと待って。お、何？うわ、帰ってきました。いや、ただいま。ただいま。ただいま。びっくりした今。ともきの登場です。すごい。フォートナイトやってたじゃん。ポケモンユナイト。ポケモンユナイト。最近ケンツーとピーさんって言ってる。仲いいな。実はですね、前にちょっとですね、いつかは行きたいなって言ってたんですよ。なんで今日、来させていただきました。お邪魔します。お邪魔します。なんで今日はちょっとルームツアーなり、ともくんの家紹介してもらいたいなと。お兄ちゃんがなんか友達連れてきたのかと思って。確かにその考えで、同級生連れてきて。いいですか、お邪魔させていただいて。お邪魔します。お邪魔します。靴下も買ってきた。うわ、えら。人のね、実家なんでね。えらいわ。引っ越し屋さんじゃん。じゃないと。はい。あ、じゃあまずここから。家族写真なんですけど。いいんですか、こちらともきです。どれですか？これ一番左のともきですね。ポケッとした顔してます。顔がパンパンな時。これが可愛いかも。これ内藤さんです。そうですね。あ、レガープの写真。これがひろゆきさん。残念ですね。これはないよね、なかなか。これは実家ならでは。洗面所なんですけど、最近建て替えたこの洗面台です。綺麗。なかなか実家のさ、こういうのってちょっと。古かったりするもんね。はい。YouTuber です。内藤さんが。あ、しめじゃまさん、これ時計、これ持って帰っていいやつじゃないですか。これ誰の時計？内藤さんの。これ俺の時計で、あんまり使わなくなったのを持ってきて、今ともきがね、これつけたりして。ああ、そうなんですね。机だ。そして最近。ダイニングテーブル、大きいの。これおしゃれ。なんで買ったのこれ。ご飯食べるのにちょうどいい高さのつけ方だった。そうそうそう。ちょっとルームツアーしてていいですか？こういうのもね、こだわってるよね。内藤さん持ってませんね。そう。これ、俺がブログでも紹介したんだけど、使わなくなったら実家に来ます。大絶賛してたのに。動画、内藤ブログで。内藤ブログ絶賛したんで、まあちょっと実家の方にお裾分けという形で。椅子もさ、これも、うちで使ってたやつを、確かに見たことあるな。内藤ブログで見たことあるの。あそこにもあるんですよね。一回内藤ブログで紹介してから、こっちに流れてきます。これ、ウリが座ってます。最近はウリ、ウリちゃんのね、猫がね。これもお兄ちゃんのテレビ見たことあるな。ドラゴンボールの机。これ、この後ろのモーターさんはともきが静岡なわけですね。コールドが壊れかけてんだ。あ、それはなんかチャイルドロックがかかってて、おたましながらこうやんないとちょっと手間なんだ。それをひろゆきが嫌って今こういう形になってます。もうすでに押した状態になる。ここで本当にテレビ見たりとか。どこ座るのともくん。ここが多いかな。ここも座るな。ここ座って隣にウリが座るんですよ。可愛い。でこうやって撫でながらテレビ見たり。あとは寝っ転がりながら歯磨いてると思っちゃう。僕寝そべらないと歯磨けないタイプ。ガチャガチャ。再現してみて。こうやって磨くんですよ。こうやって。絶対これで磨くんだ。これだからいいって言ってて、やってみたんですよ。俺もめっちゃこぼれるんで。たまに絶賛してくれる人とかいるんですよね。ちなみにウリちゃんはいるの？ウリちゃんで、そっちのやどっかが和室なの。わあ、いいな、掘りごたつで。ここはちょっとこだわりポイントで、掘りごたつにしてて。めっちゃ建てたってことは、内藤が生まれてから建てたの？そう、俺が小学1年生の時に建てた家なんですよ。じゃあ、建てる時も内藤が関わってるんだ。そう、いや、俺はなんかその時に指図してないけどね。でも、建てたら、その記憶は覚えてて、掘りごたつにして、床の間作ってとかやったんだけど、これなんか見たことない？うわっ、あ、それビレ版で目隠しで触ったもの買うみたいな。そうだ、ちゃんと持ってますから。結構高すぎるからこれ。それめっちゃ高かったと思います。全部送ってきてんじゃない？その上の電気も見てください。あ、これ大塚家具で家具を買おうって言った時ショールーム行って100万円使うみたいな。うわ、めっちゃ素敵。これ初めて見てるの見た。めっちゃ素敵だけど物置。そうなんですよね。この光めっちゃ綺麗じゃないですか。めっちゃ綺麗。あ、渋谷県にようやく渡す時が来ました。お、なんだこちらのライトでございます。これもこちら大塚家具で渋谷にプレゼントって買ったライトです。記憶ないこれ3万ぐらいしませんでしたっけ？そう、ずっとそこにあった。そう結構1年以上前ですよね。結構前、結構前。ご助いただきます。はい、よかった。今ここで何年か越しに合わせてで買えるかな。フリちゃんがね、あれフリ上行っちゃったのかな、そこ分かってんのかな。カピバラが来たと思われてるね。カピバラが変な。ちょっとともくん勉強中？お父さんがここでニュースとか見たときにすぐ国の位置を確認できる。これを知らなかった。お父さんそういうの好きなんで。意外とうちの親父歴史に意外と詳しくて。そう。テレビずっと見たんやから。そう、全部のテレビから情報量いけつないんだと思う。インプット半端ないんだ。そう、アウトプットの機会を与えればすごいと思う。林修先生ぐらいしゃべると思う。謎のジーンズが、そうだからこれ聞いてほしい。これ言いたい。一回壁紙全部張り替えたんですよ。で、俺たち兄弟は全部白がいいって言ったんですよ。で、お母さんもそうだよね、白がいいよねって言ってたんだけど、何にでも合うから。そう、業者が来た当日、俺たちがいない時に勝手に変えたんですよ、ジーンズが。ここだけ、ここだけどうしてもジーンズが出てきて、おかしいよねこれ。ぱっと見こんなに世界地図と合ってるから、世界地図ベースですよね。いや、合ってます。業者が働いてて初めてこれ出ましたって。挨拶しに行きます。じゃあ2回、じゃあちょっとともき案内の方。お父さん、お母さん、お母さん、こんにちは、お久しぶりです。お父さん、お邪魔してます。お父さんはベランダでちょっと涼んでる。お弁当もありがとうございました。めっちゃありがとうございました。ちょっと気合い入れてす。ともくんが住んでるということで。僕昔来たことあって。昔来て、そこが大地の部屋だったから、そこで一緒にね。その記憶あります。そうだ、ない、そうだ。よろしくお願いします。今日はひろきさんにも挨拶を続けますか。お父さん、オルタナさんが来ました。すいません。ダンディーなお久しぶりです。お邪魔してます。お邪魔してます。めちゃくちゃいい空間です。ベランダも新しくなった。食事中ビールが食事なんで。ビールが食事いいですね。ともくんが住んでるということでちょっと来させていただきました。どうもひろゆきさんです。お久しぶりの登場じゃないですか、動画には。渋谷君？あ、そう、渋谷です。マスクしてるから全然わかんない。で、大我と KK っていう。どうも。ひろゆきさん、スタイルいいっすね、やっぱり。そうですね。身長もね、高いし。みんなご飯食べた？まだ食べてないです。ちょっとご飯ビールしかない。ビール。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここの部屋は、ここは元姉の部屋で、今俺が実家に帰ってきた時はここで寝てるって感じですね。この上もロフトで、これも特徴的だね。ロフトついてて、上に上がって寝たりとか。大豪邸じゃない。漫画これ誰がいる？みーちゃんのがほとんどなんじゃない？え？バキの歴史。バキがめっちゃ読んでない。バキめっちゃある。自分めっちゃ好き。あ、マジで。昔東海前とクラブ行った時抜け出して満喫行ってバキ読んでたんだから。クラブ楽しくなかったんですか？クラブが苦手でバキ読んでたっていう。ドラえもんめっちゃ集めてるじゃん。ドラえもん僕買いました。ともくんドラえもん好きなんじゃ。僕ドラえもん好きですね、結構。ジンもありますね。ジンですからね。人生変わったの、ジンで。人生変わりました。トラブルとか意外とないかもしれない。それはないな。うわ、めっちゃいい家だ。隣が今ともきの部屋なんですけど。ついにじゃともくんの部屋。僕ね、マジ面白くない。めっちゃ漫画あるじゃん。宇宙兄弟面白いよね。宇宙兄弟が僕一番好きなんですよ、漫画で。あとこの本棚にとして作られてるのすごいですね。横は母大好きな宝塚のね。何が魅力なんですか？すべて。推しとかはいるんですか、一番。レイマコトっていうね、星組なんでトップしたの。レイマコトさん、ぜひ見てたら、ちょっとコメントお願いします。レイマコトさん。見てる可能性ありますよ。ぜひ大好きで。で、ともくんの部屋が。僕の部屋は、ここですね。これ。お邪魔します。いいですね。この椅子も、お兄ちゃんの。これも大塚家具で買ったやつ。あ、そうだ。よく覚えてるな。よく覚えてるね。いや、俺大塚家具、楽しかったんですよね。俺やともきにちょっと授けたっていう感じで、やっぱゲームが好きなんでゲーム多いです。 PS5 とスイッチ。 PS5 か。このモニターもないと、そのちょっと湾曲してるやついいやつ眠ってたんで、これが元々お兄ちゃんのベッドなんで、これがでかすぎて部屋のレイアウトが何も変えられないんです。だからともきが来る前はここは俺の部屋だった。そうです。ああ、そうなんですね。そうそうそう。で、ここにしかクーラーがないんですよ。だからこっちで寝るスペースにしたんですけど。ああ、かわいい。初めて見た。ちょっとかわいいね。ちょっとかわいいですね。猫らしい猫な顔してる。ちょっとかわいいな。猫って感じの。そう、ザ・顔は小顔なんですよ。あららららら。あ、めっちゃふわふわじゃん。ちょっとね、食べ過ぎでね、太っちゃったな。実家猫飼ってたんですよ。久しぶりに猫さんだ。懐かしいな。あー、かわいい。今日目がクリクリでかわいい。観察してくれてますね。観察してくれてますよ。よかったね。みんなに会いに来た。手振ることあるもんね。そんな一芸あるんですか？いつも振ってんだけど、こういう風に。こういう風にする。チャンネル登録のこれもできる。これもできるんですか？よろしくって。机の下とか映したらエロ本とかあるんじゃない？あ、あるかもしれない。NG？ ああ、健全な家ですね、ここは。そんなもう典型的なところには隠しませんから。まだ今エロ本でやっとん。確かに。この時代で。あと、お父さんの部屋が。お、父の部屋多分映して大丈夫だと思うんで、行ってみますか。ここはもうなかなか入れませんよ。いい？ちょっと見て。いいよ。タバコ部屋。タバコ部屋。喫煙所です。喫煙所。邪魔します。いいね。うわ、ここも壁紙とか貼り替えて。そう、全部。これめっちゃ可愛い。天井もおしゃれだね。本当。青でね。これ勉強机ですか？そうですね。歴史がお好きなんですか？それで過去のやつで予想してるんですよ。2020歴史の検証してました。あとはもう刀をいつでもいけるように。これ違うよ。味覚の包丁だよ。何言ってんだよ。味覚の包丁だよ。これで切ってんのね。そうだよ。マグロこれで切ってんだよ。あと俗が入ってきたらこれで叩き切ろうか。溶けてそんなに悪しそうな。重たい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 。俺扱えないかもしれないです。一応レプリカだけど本当に重いやつっていう。すごい切れないやつですけどね。よく切れるよ。野菜炒めとかさ。豚肉とか絶好調です。本日絶好調です。で、これ最近冷蔵庫も部屋に導入して見てください。あそこのもうビールがここで箱でもう常備したね。ちょっと中も中冷蔵庫チェック。すごい。僕も初めて見ましたこれ。そうだろう、もうこの部屋で生活できるんですよ。確かにいい部屋だね。ここはいい部屋だよ。テレビも生活できる。女房と結婚した時ここにこもったでしょ。こもっていいですね。以上それぐらいですね。お母さんの部屋もどうだろうな。ちょっと別に。ありがとうございます。ありがとうございました。いい部屋だった。すごい。一つずつ部屋がある。ね、それぞれ部屋があるのすごい。あと最後が母の部屋。入っていいんですか？あ、でもすごい。これめっちゃ趣味部屋ですよ。すみません。めっちゃ綺麗。うわ、内藤さん、内藤さん。はい。ひろゆきさんが奥さんの部屋を気になってます。ぜひひろゆきさんもこの機会しかないんで。意外と綺麗じゃん。あの方が。これは内藤渋谷の抱き枕ではなく、これはレイマコトの等身大の。ただ、あれレイマコトさん。これは、YouTuber 界のレイマコトと言われてる。妖艶な。綺麗。本当になんか、お母さんの部屋っていうよりも、女子高生の。お部屋って確かに。見てください。これちゃんとありますよ。2人のキーホルダーがこんなすごい。お母さんの部屋初めて見た。そうですね。なんかお母さんの部屋がある家もあんまないですよね。ないよね。いいな、こういう。ということで、2階の部屋は全部これですね。全部公開してます。ありがとうございます。ありがとうございます。キッチン行って、トークンに手料理。え、トークンの料理振る舞った。え、今聞きましたよ。何じゃないですか。何でも大丈夫です。任せてください。ちょっとキッチンの方、はい、お邪魔しました。お邪魔しました。オルタナチャンネル。さあ、そしてキッチン。見たことある、この画角。弁当とかでも。ああ、そうだね。冷蔵庫買ったんですよ。でかっ。これ1週間前くらい。そう。ブログでね、買いに行くって言って。冷蔵庫見ます。何を作れるか。卵ありますね。卵。勝負っすよね。うおー。あれがあるんですよ。あ、ちょっとフルーツある。フルーツめちゃくちゃしてください。フルーツある。案件あったフルーツもちゃんとあります。案件ある。ひろゆきさんの部屋の冷蔵庫にも入ってましたよ。あ、本当に。はい。ちゃんと。牛タンですよ、牛タン。これ使いました。卵とタン。牛タン。完成イメージできてます。頭でもう作ってあるんだ。頭でもう作ってあります。オルタナで何回料理したと思ってるんですか。3回ぐらいね。うわ、めちゃめちゃシーチキンがある。兄が帰ってきた時用です。第一エリアですね。これにしよう。これですよ。卵。これで作るのは牛タンオムレツカレーです。おお。なるほどね。カレーってこと？カレーのご飯がないオムレツの牛タンバージョンです。このまま解凍？フライパンはどこにあります？最近ともくん実家戻ってきて久しぶりですよ、実家に。5年ぶり。もう馴染んでる。もう馴染みましたね、さすがに。実家はいいですよ、やっぱり。仲いいのがいいですね。そうだね、確かに。じゃあ、まず手洗って。お父さんのアドバイスも。ここからね。オムレツ。多いでしょ。コメントがマスターで確かにみんなに見られて。でもどこにやればよくない。今日がこんな日になるとは思わなかった。やっぱり実家戻ってきて、僕オルタナ入れさせてもらって体重増えるかなと思ったんですけど、減ってますね今。へえ。そう、健康的な生活になって。実家はいいよな。いいっすよね。いいよな。島だとすぐ帰るけどね。広島と埼玉だとね。いや、埼玉も一緒。シュウジャプさんただ帰ってないだけ。ただ帰ってない。久しぶりにでも母親妹と会いまして、7年ぶりぐらい。母親妹なんでまたそれもちょっと詳しく聞きたくなりますけど何にもなくて、で妹が両親と結構会ってるから、俺はいいやっていうか自分のこと言わないタイプだから。でも久しぶりに会ったら、でも23秒でも昔の雰囲気になった。あ、へえ。さあ、牛タン細かく切ってオムレツの中に入れちゃおうかな。おお、カレーじゃなくてカレーの方に入れるんかと思ったら、さすが新しいアイデアを。手があったか。これはじゃあ上からのせよ、飾りで。内藤さんみたいな発想だな。普通ないからね、飾りの牛タンって。ともくんが実家で料理することはほぼほぼないってことですね。そうだね。お二人も相当レアなシーンって感じですか。作ると見たことない。まあおかゆ作ってた。あ、そうだ。いいこと思い出してくれた。そう。お母さんがコロナになって閉じ込められて、俺は濃厚接触者で長岡は出られない。なるほどなるほど。その間、力配られた。そっかそっか。その時はともきが調理して。大丈夫だったんですか、お父さん。元気ですね。やっぱ飲みたいもの飲んでストレスがないのが一番。そうですね。やっぱアルコールで消毒してるらしいから手早く切ってますよ、ともき。そうです。今のところなんか手際いいですね。めちゃくちゃいい。じゃあまず牛タンを焼きます。あとちょっとお父さんにも料理してもらおうかなと思ってるんで。あれ何ができるかまだ想像はついてないんですが、早速今ともくん左側の火つけてます。やっぱタイガさん見てるな。見てますよ。炒めます。広い家だな。そうです。普通のなんかね、基準がわかんないからこれが当たり前になっちゃってるけど。これ相当広いお家ですよ。そうなんだ。小一の写真とかもちょっとあります。アルバムとかないですか？ありますあります。ちょっと見る？作ってる時見ます今。作ってる間に。卒アル見られるのはずいな。卒アルはでも、俺とナイトはもう公開してますよ。公開してますから。ナイトはバラク開いてましたからね。マジですか？バラキャラは昔からある。嘘じゃないんですね、あれ。これちょっと周りは映ってないですけど、変わってないな。雰囲気全然一緒。一緒だね。可愛いね。どういうタイプだった、ともくんは。構中学の頃真面目でしたよ。学級委員とか結構やってました。でも真面目そう。あ、可愛らしい。あ、ともきですじゃん。これともきですか。こうやってたマジでミーってやった時の口がマジで変わらん。やってますね。グッドめっちゃしてる。グッドポイント決まってますよ。変わんないな。変わんないですね。俺はやっぱこの印象なんでね、ずっとそのまんま。今と全然変わってない。あ、これ可愛いじゃん。めちゃくちゃ可愛いじゃん。これ可愛い。変わってない。お母さんですよね。ああ、そうだ。あら、可愛いじゃん。左が内藤さん。女の子みたいですね、内藤さん。面白いですね。アルバム見るのって見るのいいよね。なんか変なことしてます。変なことしてます。焼いてオムレツの中に入れます。あ、違うか。オムレツ焼いた時に。まあ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 、相場はね、卵焼いて巻くときに内側にこう入れることはありますよね。飾り用のパン焼くんで。初めて聞きましたね。ナイトはもうずっともう実家に帰ってきたテンションでずっと。ナイトのアルバム。これ俺のだね。これ三兄弟だね。姉、俺、ともきだ。綺麗な顔してますね、内藤さん。この頃から片鱗がありますね。この写真と今の内藤さんは繋がるんですよ。大学時代が繋がらないんですよ。あの美女が。こら辺もあったちょっと待ってください。なんすか？しゃぶしゃぶですよ。なかなかないですよ。ちょっと読みます。しゃぶしゃぶ。友達。何この字？直されてるじゃないですか。キモ。常備会に呼ばれた晩ご飯の時間、ご飯ですよと呼ばれた。ですよ。どんなお母さん？行ってみると不思議な鍋、肉とポン酢が見える。ゾクと鳥肌が立つ。ゾクと。口に入れるとポン酢がしみる。パン詰め込み、あと12。いや文学的。確かに最後の締めが。先生に内藤君はしゃぶしゃぶが嫌いなのかな。文才があったのね。小説的ななんか。確かに。工夫してますね。確かにちょっと尖った言い方してるね。すごいわ。ああ、いい匂いしてきたよ。順調ですか？今のところ牛タン焼いてるだけです。いつまで焼けばいいかわかんないですね。もうね、ぼちぼちいいと思うよ。ちょうどね、一昨日ね、コストコの牛タン食べてパーティーした。パーティーしました。見てください、あそこにも。ここにもね。すごい。隠し霊まことがいた。完成は近いですよ。バターです。バターも切って置いてあるんだ。いきますよ。世界初じゃない？うわ、牛って言わない。また牛って言ってこれ失敗したくない。さあ見せどころ。おお、あ、いいじゃん。おお、こういうのあるよ、よく。うわ、最悪だ。最悪だった。ひっくり返して結局そっち面が上なんだよ。お好みにカレーをかけます。カレーがあった。カレーでごまかして飾りのね、出ました。飾り牛タン一番のポイント。おお、いいじゃないですか。いいよ、いいんじゃない。できました。おお、きた。こちら牛タンオムカレーです。うまそう。食べてみますこれ。食べますか。初めて見るな。うまそう。うまいことうまいと思う。ということで完成です。はい。どうぞお食べください。うりちゃんも。お、うり坊も来た。うりちゃん来る？ほら。いやだ。経験が言ってたけど、昔の友達の実家来たみたいな。そうですね。食べてみますか。はい。実家っぽいですね、このお皿。あれね、実家っぽい皿タレ。わかる。ありがとうございます。うまそうだな。まずくならないはずですね。そうだな。ああ、これだ。ちょっと雲のあるお母さん。ありがとうございます。食べましょう。はい、いただきます。いただきます。うん、美味しい。うまいっすね。牛タンの食感めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいい。一番うまくできたかも。めっちゃ美味しい。半熟がでも最強じゃん。はい。うまいわ。嬉しい。うまっ。白ご飯。もらっていいですか。完璧ですね。ありがとうございます。こうやったらうまく料理できるんだと。ホームだけど。そう、でも汗すごいけどね。緊張しちゃった。緊張でしょ。さっき2度下げましたから。2度下げたのに2度下げた。エアコンのリモコン探して、エアコンのリモコンなかったから、ともくん。ひろゆきさん。たまになんかテレビのリモコンとか上持っていっちゃうっていう謎の動き。あるね。わかる。ということで、めっちゃ汗かいてるじゃん。今日はびっくりしちゃいましたよ、体が。ということで、またこの後も、企画ちょっと撮ろうかなと思ってるんで、はい、なるほど。それはまあひろゆきさんとか、ひろゆきさんもいい内藤家オールスターいやマジで内藤家オールスターでやろうかな。ぜひですね、楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。ぜひ遊びに来たいと思ったら押してください。もし3万いいねいったら、YouTube まだやってるって言ってない俺の実家も。ああ、それいいじゃん。それついに行ってみたい。それは行くしかないね。9年目、10年目に YouTube やってます。報告動画。いやーちょっと僕もね挨拶しないとさすがにね。高評価お願いします。3万いいねぜひ。3万いいねお願いします。いや行ったらはずいな。いやーこれ行きますよ多分。行きますね。他のメンバーもね、おっくんの実家もすごいらしいから。広島も行ってみたいよね。行ってみたい。ぜひぜひ。みんなで旅行を兼ねて遊びに行くのありですね。来てください。ぜひ行きましょう。